俺はリュウマに会った。まあ、魂は知ったやつだったな。ふざけたことを！貴様はリュウマのことを知るはずがない！リュウマはいかなる誰よりも、発信のうちに切り捨てたという大剣を！貴様に、冷凍汁水の数などわからぬ！神聖は我が国の宝、リュウマのものだ！世界に認識されていたのだ。黄金？なんだ？付き合いが！その黄金を欲する世界の海賊たち、黄金の国、我が国を支配せんとする貴族たち、こんな海外からの波打ちに出撃たる姿を見せつけ、我が国に侍がいると言わしめた男、その男こそリュウマなのだ。その一つがイヤコの空に現れた竜を切り捨てたというもの。現場は死後、この国の当人様として名刀修正と共に歩道に祀られていた。修正は国の宝だ。修正は国刀、すなわち竜馬の歴史に似てなった刀。